どうかなさいましたか。名古屋付近でわずかだがスロースリップが観測されている。それに連動するような形で関東沖で海底地殻変動も再び始まっているようだ。関東で起きた沈没現象が名古屋に連動してスロースリップを引き起こし、今度は逆に名古屋で起きた地震が関東の海底に影響を与えている。悪い予感がする。もっと大きな、とてつもない第二波が来るかもしれない。